素早く使います。空気をね、抜けば抜くほどね、めんつゆが全体に染み渡りますから。どうもセーラーアルコールです。月に変わってカブ飲みよ。カブ飲みはやめてくださいね、僕みたいになっちゃいました。ということで今日やらせていただくのはなんとですね、キュウリ。キュウリをですね、ものすごい美味しく食べたいと私思った時に、今回のレシピはですね、もともとねこれキュウリ農家さんでやってたレシピなんですよ。だから素材の味を一番よく分かってる人たちがやってたレシピなので、これはねマジで美味しいです。夏じゃないですか。ものすごく食べたくなる農家さんのキュウリ漬け、これを皆さんにお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、材料はなんとこの2つ、きゅうりとみょうがです。じゃーん。ということで、きゅうりが、まあ、2本で 200g ぐらいね。であとみょうががが2個ね、これちょっと立派なみょうがなんですけども、2個ぐらい、ね、夏野菜ですね。夏野菜の漬けになるし、めちゃめちゃ簡単でうまいの。そしてね、分量調整するんですけども、やっていいですかって言ったら、ぜひやってくださいって、言われたんで、もうありがとうございます。その様子は私の YouTube に一応載ってますんでね、福島行った時のやつね、概要欄にリンク貼ってありますんで、その時のレシピを、僕は数値化したものになります。今から作っていきます。夏なんですよね、キュウリとみょうがを使うんでね。夏のレシピをやっていくために何が重要かといったら、やっぱり夏のドリンクですよね。夏のドリンクを飲みながら夏の料理を作る、こんなにエモいことありますかね。ということで、私が今から夏のドリンクを作っていきます。夏はね、これですよ。夏を感じましょう。乾杯。くー、夏が来るということで、やっていきたいと思います。でね、作り方はもうめちゃめちゃ簡単です。きゅうり切っていきます。ヘタを落としてね。で、このヘタはね、食べます。皮をね、ちょっとね、半分ぐらい剥くことです。4箇所ぐらいですかね。こうやって剥いていくんですね。で、そうすると何がいいかっていうと、皮って水分を通さないんですよ。なので、漬けるってなった時に、皮からは吸収されないんですよ。だから、この皮を半分剥くことによって、素早くですね、キュウリが浸かるようになるんですね。これね。こうやってしましまに剥くんですね。そうすると、通常よりも素早く浸かることになります。これ重要でございます。はい、こんな感じですね。はい、こうやってしましまに剥く。きゅうりの皮なんですけども、まあ、これはですね、これ食べてください。きゅうりの素材の味が楽しめます。素材の味を生かすのはそのまんまが一番。美味しく食べるためには素材の味に調味料を入れていきましょう。きゅうりをね、乱切りにしていく。ちょっとね、ちっちゃめでいいと思います。はい、こんな感じの乱切り。ちょっとね、小さめの一口大ぐらいにすると素早く浸かります。こんぐらいですね、はい、回しながら切っていく。はい、こんな感じ入れてください。ここちょっと切って、で半分に切ります。これちょっと切ってね。こんな感じですね。今日はね、ちょっとみょうがが、大きいみょうがだったんで、みょうが強めですね。3倍濃縮のもので、大さじ2杯入れていきます。もうちょっとね、濃いのが好きだなっていう方は大さじ2半ぐらい入れてもいいかもしれないですね。大さじ2ぐらいいきたいと思います。やっと、はい、お砂糖ですね。お砂糖が1つまみ、大体これぐらい。はい、これを入れるとすっごく早く浸かるっていうふうに言ってました。揉み込みます、はい、あとみょうがときゅうりをね、ちょっとね、均等にまぶしてよく浸かるようにして、で浸かるようにしたら、できるだけこんな感じで空気を抜いて、空気をね、抜けば抜くほどね、こうめんつゆが全体に染み渡りますから、まあこんな感じですね。結構圧縮できましたね、これね。最低でも30分は寝かしてください。できればね、もうちょっと寝かした方がいいんですけども、30分経てば結構食べられる味になりますので、30分は寝かしてください。30分後にお会いしましょう。
こちらできました。汁がね、全体包み込んでるぐらい使ってるのが40分ぐらい漬けたんじゃないかなっていうふうに思います。もうこれジュラガムラマ、これでこうもうやっちゃいます。そんなことで完成です。いただきます。これはね、レモンチューハイじゃないですか。ここに氷結を入れていきます。僕のふるさとです。いきたいと思います。いただきます。レベル4にする。いただきます。めっちゃうまい。きゅうりとみょうがってなんでこんなんだろうね。ずっと食える。めんつゆも意外とそんなにガツンって感じじゃなくて、むしろ全体まとめ上げてる。すっごい味しめてます。くわー、ピンチヒッターチョボ、早く追いついてほしいです。えいえい、サカイえいっす。絶対完璧合います。早速いただいちゃっていいっすか。どうぞ。うまっ。うまいっしょこれ。砂糖がすげえいいバランス取ってますね、うん、マジで俺一人で全部食える、うん、俺これはね、この時期にやりたかった。なぜかというと、やっぱキュウリが美味しい時期にこれやってもらいたいから。ミョウガとこれ合わせるだけでめちゃめちゃうまくなる。もう締めていいっすか。だろうなと思って。もう興奮しすぎて限界なんですよ。ということで、作ってみよう。酔っ払ってると全然仕事できないんでね、僕ね。あ、いいですね。でもね、いいんじゃないですか、こういう感じで。全然わからない、何が正しくて何が正しくないか。そんなことが全くわからない。これはもう哲学。何を飲んだらいいのか、何がダメなのか、酒によって何がおかしいのか、そんなことが全く僕はわからない。